バリー夫人のアルバム。原作ギュスターブ・フローベール、音楽ダリウス・ミオ、構成マドレーヌ・ミオ。エマ。エマは時々こんな風に考えるのであった。これが一生で一番幸せな日々、いわゆるハネムーンならば、新婚の二人がその蜜をとことん味わうために、麗しき名のもとで、ひたすら甘い思いに浸るだけの日々が続くのだろうと。日が沈むとき、入り江のほとりでシトロンの香りを吸い込み、夜はベランダで指を絡ませ、一緒に星を見上げる、そして将来を語る。エマは思った。地上のどこかには、幸せを育む土地があるはず。そこだけにしか育たない草木があるように。悲しみ。エマはとても悲しく、とても静かで、とても優しく控えめ。人はそのあたりに漂う氷の美しさの虜になる。教会で大理石の冷たさに混じる花の香りに身震いするように。Thank you.
歌。川岸に出ると浮浪者が杖をついて乗り合い馬車の間をうろついていた。彼は小歌を歌った。はじめは弱く泣き声のようだったが、やがて甲高くなり、わけもなく悲しい嘆き節になって夜の中に消えていった。馬の鈴、木々のざわめき、空の馬車の響きを通して遠い何かがエマの心をかき乱した。彼女は長いコサージュをつけた姫君のように古い屋敷に住んでみたかった。三つ葉模様の尖ったアーチの下で日々を過ごし、石の手すりに頬杖をついて、遠い野の果てから白い羽飾りをつけた騎士が黒い馬を走らせてくるのを見ていたかった。二人乗り馬車。旦那、どちらへ？と御車が尋ねた。どこでも、とレオンはエマを車に押し込みながら言った。そして重たい車は動き出した。御車は額を拭い、革の帽子を足で挟むと、車を川岸の芝生に近づけた。その先、と中から声がした。馬車は川沿いに引き舟道の砂利の上を走り、ワセル川から島々を越えて長いこと走った。まだ先だ、と怒鳴り声がした。やがて6時ごろ、馬車はボーヴォワジン地区の路地で止まった。女性が一人降り、ベールを下ろしたまま振り向きもせずに立ち去った。Thank you.
ロマンス。私には恋人がいる。恋人が。彼女は一人繰り返した。その思いをかみしめると、過ぎ去った青春がよみがえったように、愛の喜び、諦めていた熱い幸せを取り戻し、素晴らしい気分に浸る。そこでは全てが情熱、エクスタシー、狂乱。エマは昔読んだ本のヒロインたちを思い浮かべた。記憶の中で不倫の女たちの聖歌隊が姉妹のような声で歌い出して、うっとりする。自分もまさにこのイメージの一部になり、若い時の果てしない夢が実って、あんなに羨ましかった恋する女たちの一人だと思えてくる。それにエマは復讐の喜びも味わっていた。十分苦しんだのだ。でもやっと勝った。長いこと押さえつけていた恋が湧き立つ喜びとともにほとばしり、エマは後悔も不安も悩みもなく、それを味わった。肉質。今夜お出かけと聞くと、そうだよ、どうして。いや別に何も、何でもないの。そして夫を追い払うと、すぐに2階の部屋に閉じこもった。セーフベルトス、カリュードの小聖人。エマは眠れなかった。眠ったふりを装って、夫が眠りこけているそばで別の夢に目覚めていった。四頭の馬の早駆けで、もう一週間も前から新しい国へ運ばれている。二人はもう二度と戻らない。走る走る、物も言わずに腕を取り合って。
すると肉欲も金銭欲も恋のメランコリーもみんな溶け合って一つの悩みになり、そこから気をそらすどころかますます囚われて、機会あるごとに苦しみをかきたてた。料理の出し方が悪いの、ドアが閉まりきらないのと苛立ち、ビロードがないことや足りない幸福、大きすぎる夢、狭すぎる家を嘆いていた。森で夕闇が降りてきて、太陽が低く枝の隙間を通り抜け、目にまぶしい。あちこち周り中、葉の上や地面に光の点が震え、ハチドリが飛びながら羽をまき散らしたようだった。あたりは静まり、優しさが木々から降り注いだ。散歩。エマとレオンは木々や青空や芝生を眺め、水の音や木の葉のそよぎを聞いた。それが初めてではなかったが、すべてをこんなにめでたことはなかった。以前は自然など存在しなかったかのようだ。それとも二人が欲望を満たしたとき初めて自然も美しくなり始めたのか。Thank you.
重い。しかしながら炎は衰えた。蓄えが尽きたのか、燃えすぎたのか。恋は吐け口を失って少しずつ消え、日常が未練の息の根を止め、そして青ざめた空に赤く照り映えた火事の光は次第に薄れていった。喪失感、悲しみが低くうめきながら心に広がった。木枯らしが無人の館を吹き抜けるように、二度と帰らぬ夢、何かが終わった後の虚しさ、つまりは慣れた動作が妨げられ、いつまでも続く揺らぎが突然止まった時の痛み。船歌。この時期ほどボバリー夫人が美しかったことはなかった。喜び、興奮、成就から生まれる言い知れぬ美、まさに気質と状況の調和だった。欲望、悲しみ、快楽の経験、いつまでも若々しい夢が花の肥料、雨風、太陽のように彼女を徐々に育み、ついに天性を開花させた。今や声の抑揚は一層柔らかく、物腰もそうだった。何か繊細なものがドレスのひだや足の曲線から溢れてくる。シャルルは新婚当初と変わらぬ愛らしさと抗いがたい魅力を感じた。Thank you.
最後のページ。彼女は幸せではなかった。一度も幸せだったことはなかった。一体なぜ人生はこうも満たされないのだろう。何かに頼ろうとすると、それが一瞬で崩れるのはどうしてか。大体求めるに値する何があるというのか。みんな嘘ばっかり。どの微笑みも倦怠のあくびを、どんな喜びも呪いを、すべての快楽は嫌悪を隠している。そして至福の口づけだって、さらなる快楽への抑えがたい欲望を唇に残すだけなのだ。